お疲れ様です、ナミさん。1週間のチャンネル禁止処分が明けまして、メインチャンネルに復活しました。で、このサブチャンネルっていうのは急遽ね、立ち上げたものだったんで、チャンネル登録ほとんどいない状態でスタートしたんですよ。で、未だに100人もいってません、合計でね、87人が確認できました。で、この100人もいないチャンネル登録のサブチャンネルなんですけども、ちょうどね、時を同じくして第一生命ネオバンクっていうね、そんな銀行アプリが紹介キャンペーンをやってることに気づいたんですよ。この紹介キャンペーンが1500円で、登録するとその上に紹介コードを打ち込むと、みんなの銀行と同じように1500円入ってるんですよね。で、それに基づいてサブチャンネルの中でこの第一生命ネオバンクを紹介するキャンペーンをやったんですよ。で、これがね、3万円突破しなかったんですけども、まあ2万8500円までいったかなっていうところで、サブチャンネルを急遽立ち上げて、その目立たない、そしてアクセスの低いところでやっても、まあ1週間でね、3万円ぐらいは稼げたかなっていうのが、一つちょっと今回ね、怪我の功名というか自信になりましたね。ですんで、アクセスの低いチャンネルでもチャンネル登録が100人いなくても稼ごうと思えば稼げるなって、当たり前のことなんですけどね。まあそれが今回分かったかなっていうところですよね。で、もちろん第一生命のネオバンクっていうのは、長年の実績と信頼のもとに第一生命さんが作ってくれたネオバンクっていう仕組みと、まあ、そこにね、チャンネル制限食らっても必ず放送するっていう私のね、ちょっとね、地道な活動が結びついて、視聴者さんに信頼をいただいて、それからね、登録に進んだんだと思います。でもシンプルに考えて、87名の方全員がね、このみんなの銀行とか、第一生命のネオバンクのね、1500円もらえるアプリやってるわけではないんだなっていうことを考えると、まだまだ伸ばせたのになっていうふうな力のなさも感じますね。まあ、今後も引き続きいろんなことに学びながらやっていこうかなと思います。で、今日の開運タイムどうかなっていうところですね。はい、27日の URL いただきました。これもね、朝の配信で十分間に合いますんで、添付して皆さんにご覧いただきたいと思います。今回もありがとうございました。ナミさん、お疲れ様です。